公園行ったらカラオケしてたりするんですよ。で、日本人の店員さんとかすごいからね。本当にだから日本は自由だなって思ったし、それでも中国だとダメ、絶対ダメ、絶対ダメ。はい、皆さんどうもこんにちは、アシアです。はい、皆さんこんにちは、ワンタメンクマちゃんです。今日もクマちゃんと動画撮ってるんですけど、はい、今日はカルチャーショックとか逆カルチャーショックについてお話ししたいと思います、うん、はい。クマちゃんが日本に9歳から育って、うん、中国出身で今帰化されてる、そうですね、日本人にはなってる、うん、YouTuber さんなんですけど、はい、やはりそれぞれありますね。それこそ子供の時に日本に来る時びっくりすることと、大人になってから来るびっくりすることそれぞれあると思うし、中国に行ったりはしますか最近？最近は行けないから、まあそうだね、普段はコロナ前は、うん、まあ、2年に1回とか、うん、で子供の時はもうちょっと頻繁に1年に1回ぐらいは帰ってましたね。なるほどなるほど。そうそう、でまずね、日本人めっちゃ静か。あ、それ聞いた。そう、本当に、うん、本当に静か、うんうんうん、もうね、中国行ったら常にいろんな音が聞こえる状態、うるさいの、うんうん、もうまずは街中常に工事してます。あ、そう、中国はその高度経済成長みたいな、その、はいはい、なんていうか、そのやっぱり中国は経済成長をすごい目指してるので、うん、国の発展を常にしている、うんうんうん、それを目指してるので、もう日々いろんな新しい建物が建ったりしてるから、もう毎日工事、どっかしらで工事してるんですよ。もう自分がそう中国に行った時と今戻ると、もう田舎というか、その自分の地元の風景がもう全然違う。そう、こんな建物あったっけみたいな。確かに。うん、もうだからやっぱり音がすごくて、工事常にしたりとか、あと話し声も全然、中国人の方やっぱ音量がでかいっていうのかな。基本的に音量がでかくて。日本でね、だいたい声でかいなと思って振り返ったらね、うん、中国人なんです。わかるでしょ。わかります、わかります。街中でいろんなことをしてる人たちがいっぱいいて、例えば公園いたらカラオケしてたりするんですよ。公園でカラオケ？マジマジ、カラオケしたり、太極拳したり、なんかダンスしたり、ダンスの時もやっぱすごい音楽流すからね。まあ、日本は、うん、ダンスとか楽器はあるけど、でもカラオケは公園でやろうとは思わないでしょ、どっちにしろ。ダンスも楽器も公園でわざわざ大音量流して大人数でやろうって思わないでしょ。あ、大人数じゃない。でも日本はほら、なんかお部屋だと音漏れするから、うん、なんか公園で楽器の練習したりとかっていう人、はいはい、それも少人数じゃないですか。一人とかだね。一人とかね、もう中国は違うんです、ね、もう団体行動なんです。なんかその動画見たことあるかもしれない。広場ダンスって言って、そう広場で、そう、もうおばちゃんとかね、が健康維持のためにね、楽しく体を動かす、うん、まあ、そういうダンスがあったりとか、もう本当に中国にいたらいろんな音がするんですよ、うん、それがもう日本に来たらマジでない、綺麗になくなってる、もう電車の音ぐらいかな、うん、街中で聞こえるのが。話し声もみんなそんな大きくないし、確かに、うん、もう結構静かで、あと電車の中もすごい静か、うん、シーンって感じ、うん、まあ、話し声はたまに聞こえるぐらいなんだけど、中国では結構今でもそのね、音をもう出したまんまドラマ見たりとか、うん、ゲームしたりとかしてる人たちがいて、そう、最近はなんか場所によってはなんかそれが注意されてるんですけど、うん、まあ、それが結構まあ当たり前だったから、日本に来た時はやっぱそれがびっくりしたね、うん、全部が静かって感じで、あ、うん、逆に何かなんか不思議なぐらい静かだな、うんうん、そうなんか中国に住んだことある3年ぐらい住んでたロシア人の友達がすごいそれ言ってました、うん、まあ、日本静かって、そう、やっぱみんながそれ言うってことはみんなが実感してるっていう、うん、そう、それだけ実感してるってことなんだろうね、うん、私はそれそこまでなかった。え、まあ、ロシアも多分日本よりは、まあ、人がね、社交の場でもうちょっとうるさい部分はあるけど、うんうん、街で考えて、まあ、そもそも人がそこまで多くないから、あ、もしかしたらそう、中国ってね、人が多いからその分騒がしいよね。その分音量が、あと人多いからさ、自分も大きい声張らないと聞こえないんじゃないかっていう、うん、そうだよね、それもあるかもしれないね。あと私が聞いたのは、中国でやはりその結構監視されてるから、うんうん、大きな声で話さないと家具仕事してるんじゃないの、って思われるから、そうそうそう、それはどうなんだろうらしい。もう監視カメラは至る所にあるけど、うん、実際に監視されてるかわかんないけど、都庁とかもね、ドラマみたい、うん、
うん、じゃあ多分ね、民族的に声がでかいっていう説を推したい。うん、なるほどなるほど。声でかい民族なんです。でもクマちゃんは全然普通というか、日本長いから、日本、そうだね、うん、日本に慣れてるから、むしろ声量が足りないぐらいかもしれない。あ、中国の中では。中国の中では。あ、でも確かに私声小さいって言われる時ある。あ、たまに。はいはい、アシャちゃんちょっと最初ね会った時思った。あ、声ちっちゃい。あ、なんか大丈夫かな。ちょっと元気じゃないのかなってちょっと思ったけど、でもいっぱい話したら分かる。あ、これがいつもの声量なんだなって。あ、音量。うん、いや、それこそ確かに、でも日本でみんな静かだけど、なんかハキハキとしないと、うんうん、声小さいと日本でもちょっと注意されるよね。仕事とかなんか。あ、仕事だと確かに、そういう場で、そういう場は確かに、うん、ハキハキしないとみたいな思うけど、接客業とかは特にそうかも。声出さないとね。うん、だって日本人の店員さんとかすごいからね。そうそうそう、あんな店員さん日本以外どこ探してもいないと思う、本当に。中国にはいないです。それこそね、あのお店入るとき、いらっしゃいませみたいな大声で言うのは、それびっくりした。びっくりだよね、うん、中国だったら、うん、まあ、ファインガーニンっていう、そのいらっしゃいませはあるかもしれないけど、うん、その後店員さんが積極的に話しかけてくるっていうのはあんまりない、うんうんうん、日本だと大体なんかちょっと見出したら絶対に声かけてくるんですよ、店員さんが。ああ、お洋服とか、そうそう、何かお探しですか、うん、とか、あ、ただいま何か何パーセントオフになってますよとか、うん、いや、こちらの洋服絶対お姉さんに似合いますよみたいな、うん、何かしらそうトークしてくるけど、うん、中国それないな。そうだよね、うん、ロシアで一つ面白い声かけされた記憶があるのは、普通のお店に入ったら、でお母さんと普通なんか見てて、うん、店員みたいな人が、うん、買う気ないなら出てけって、うん、そういうこと？見てるだけだけど、もう買うつもりじゃなくて、ただウィンドウショッピングだけなら出てきなさいみたいな、うちの店に入ったら必ずなんか買ってけみたいな、みたいな脅迫じゃん。そんな感じ、まあ、それは結構ね、もう10年以上前だし、まあ、田舎だからあれだけど、あれはすごい未だに覚えてる。すごいね。他に日本で何かびっくりしたことは、うん、びっくりしたことね、生活の中でとか細かいところとかでも、うん、もう本当もう見た目がね、街並みとか違うのはもちろんなんだけど、うん、もうちょっとなんか深いところで言うと、日本の人たちってすごいプライバシー意識がすごく中国と比べて高いなって感じで、うん、確かに、あ、まあ、なんでそう思ったかっていうと、あの友達の話を聞いてね、うん、その日本はその彼氏彼女はできても、その別に相手のじゃあ携帯のなんかパスワードなんかね、うん、教えてって言ったりしないと思う、わざわざ、うん、知ろうとしない、別に相手が何を見てるか、まあ、そこまで詮索しないと思うんですけど、うん、中国はやっぱ彼可能になったらもう基本なんか相手のなんか携帯の番号もそのパスワードも大体知ってるし、なんか今誰とやり取りしてて、こんなやり取りしてるよってすぐ見せるし、結婚すると大体相手の口座番号も知ってるし、口座にいくら入ってるかも知ってるっていう、うん、でも日本でそこまで情報をね、あの公開してる話あんま聞かない、ね、なるほど、うんうん、確かに日本はプライバシーを気にするすごいする国だなっていうのはね、それはありますけど、うん、まあ、ただその住所というか家の前でなんか名字のプレートが書いてあって、ああそれはびっくりしました、ね、わかるでしょ、はいはいはい、名字でこれでわかるでしょみたいな、あ、まあ、確かに鈴木さんとか田中さんって書いてるもんね、うん、この家に住んでる人の名前が、うん、そうそう、言われてみれば大丈夫なのみたいな、下の名前書いてあったりすることもあるし、確かにある、あるよね、あるある、確かに、それだって下の名前まで書いてあったら、ね、ネットで検索したらもしかしたら出てくるかもしれないよね、何してる人とか、なんかそれってどうなんだみたいな言われてみれば盲点だったあんまり日本人はその情報を悪用しようっていう人たちが少ないから、まあね、うん、まあ、安心してそうしてんのかな、うん、別に名前ぐらいでね、確かにどうかなるってわけじゃないけど、うんうん、まあ、中国はその名札とかないからさ、うん、日本みたいにないから、うん、ロシアもないのか、ないない、あ、そっか、自分の名前は書かないね、これってちょっと日本ならではなのかな、もしかして他の国の話聞いてないけど、すごい平和だよね、そうだよね、そう、バイトがね、うん、あの結構びっくりしたのが、うん、中国ではまずバイトってないんですよ、うん、バイトしないんです、中国の高校生たちは、うんうんうん、でも日本は高校生からバイトできるから、うん、それがなんか不思議で不思議で、うん、
だって中国人からしたらね、高校生は勉強しなきゃいけないから、うん、バイトなんてしてる場合じゃないって考えになるんだよね。でも日本は逆に、なんていうのかな、自分で自分の生活費を稼ぐとか、お小遣いを自分で稼ぐっていう、欲しいものがあったら自分で、あったら自分でって親も言うし、うん、子供もちゃんとそれ聞いて自分でバイトするから、うん、すごいなと思って、放任主義なのかなってちょっと思っちゃったんだよね、日本が逆にね。なんか日本はそう、それも思ったけど、なんか小さい時から自立というか、うん、そうだね、自分たちでお掃除、うん、学校掃除したりとか、 あるあるある、ね、掃除もあるし、なんか給食当番が当時あって、小学生の時に給食があったから、あの昼ご飯をみんなで、そのなんか今日は誰々今日は誰々ってこう週替わりでこうなんかよそってあげる配膳係みたいなのも、そう子供たちだけでやったりとかして、すごいなと、これも子供がやるんだと思ってね、教育はやっぱりねすごいな。それこそあのいろんな学校の中で葬式になってたり、葬式葬式だから何か委員長とか何か委員会、なんか部活のね、はいはいはい、全部自分たちで管理したりとか、 それもロシアになくて、でもそうロシアも高校生は絶対バイトしない、やっぱしないんだ、しないし大学生もあんまりしない。あ、中国も大学生もあんまりしない、てか中国は就職するまでバイトしない人がほとんど、そう、ロシアも多分その方が圧倒的に多いけど、多分中国と理由が違くて、そのくまちゃんって言ったのは勉強に集中しなきゃいけないから、そうそうそう、ロシアは大人でさえやっぱ仕事がないから、あ、そもそも仕事が少ないってこと、そう、ちょっとまあ今いろいろね、ロシアもごちゃ混ぜになったり、うん、まあ、もしかしたら近年とか、あとはモスクワとかサンクトペテルブルク、大都市では仕事あるかもしれない、うんうん、それこそ最近流行ってる例えばウーバーイーツみたいなデリバリーとか、あの隙間時間に気軽にできるものもあったりするけど、自分は学生の時にもう本当にあのすごい高学歴の人でもクリーニングスタッフとして働いてたりとか、もう90年代とか特になんかもうそのやっぱ仕事がなかなかないから、学生だったらもう1日働けないんじゃないですか、勉強もあるし、勉強あるからね、その1日働けないから、うん、そのあの1日の半分とか数時間働く形の、うんうんうん、あの、うん、職場って特に田舎は全然ないから、うんうんうん、もう普通に社会人でなきゃ多分アルバイトってなかなかできないですね。そうですね、そう、なんか日本は本当にね、うん、もう大体どこの職場でも、うん、高校生だったり、サービス業は特に高校生とかの学生 OK じゃないですか、うん、コンビニとかね、そうそう、でも中国だとやっぱそれがあんまりない、高校生はそもそも負荷みたいな、そもそも学生負荷のところが多いですね、うんうん、まあ、それはちょっと多分ロシアと似てるんだけど、もう正規の人たちでさえ仕事探すの大変だから、うん、そんな学生までに回す、うん、その仕事はないっていうのもあるかもしれない、うんうんうん、あとはその中国の中でどうしてもバイトってその正規じゃないからいろいろ不安定なイメージもあるし、うん、その安いっていうイメージもあるから、うん、給料も安い、そう、給料も安いし、だからまあちょっと言い方あれなんですけど、ちょっと家が貧しくて、もうお金を家に入れなきゃいけないっていうんだったら、そう、まあちょっとね、子供がバイトするってこともあるかもしれないんですけど、うん、まあ、ロシアも多分それもあるかもしれないけど、うん、普段はね、普段はなかなかないから、そうだね、前も日本でね、高校生とかの時からそういう社会の経験とか、うん、そういう勉強できるのもね、うん、いいなとも思いますけど、 そうだね、それこそ自立というかね、そう、本当にだから日本は自由だなって思ったし、うん、それもあるからかな、なんか日本と中国と比べてね、うん、中国って結構親に依存するっていうか、そっかそっか、そう、まあ、なんか聞いたかも、っていうか結構深い関わりが、深い関わりが深い、うん、まあそりゃね、だって大学出るまでもう全部親にお金出してもらってるからさ、大学費とかも、そう、もう全部学費も全部出してもらって、うん、生活費も全部中国で親に出してもらってるから、うん、まあ確かにそれだったら卒業してもあんまり親には強く言えないなってちょっと思った。日本だとさ、もう高校生のうちから自分でバイトしてたりしてるとさ、うん、まあ、やっぱ自立心芽生えてくるし、うん、なんかね、どっか行きたいところがあったらちゃんとお金を貯めてっていうのもできるよね、きっと。でも学費がローンになってたりとか、あ、そうだね、ちょっとそこはちょっと大変だけど、ね、でも自分で就職してからそれを返すとか、返したいとか結構いますね、うん、まあ、その分ね、日本はやっぱ子供の負担はちょっと増えるけど、うん、中国だったらそれ親が全部肩代わりしてくれるから、うん、それは中国人はそういうの負担しないけど、うんうんうん、だけどその大人になった時にやっぱ日本の方がそのちょっと自由度がちょっと高い気がする、うん、中国はやっぱその親にお世話になった分、そのちゃんと
と返そうってなって親にそういろいろ親孝行したりとかプレゼントしたりとか、まあ、いろいろあるんですけど、日本ではなんかそこまで親に特別に何かこれをするっていうのはあんま聞いたことない。あ、でも親孝行っていう言葉は結構ね、親孝行っていう言葉はあるよね。あるけど、そうだね、確かに何かその家族の間のその関わりって結構なんでしょう、他の、まあ、自分ロシア出身からしたら違うかな、うん、あ、そう、なんかびっくりしたのがあのコメントで私がこの前にあの日中の 親子の距離感の違いみたいな動画を出したら、うんうん、コメント欄で、うん、あの日本では頼りないのがあのなんだっけな、頼りないのがいいっていうコメントを見たんだよね。頼りないのがいい、頼りないのがなんか頼らない方がいい、あ、そう、頼りないのが良い頼りっていうコメントがあったんですよ。あ、なるほどなるほど、頼りない、はいはいはい、頼りないのがいい頼りっていうコメントがあって、はい、そう、だから日本ではなんかその何も親になんかその連絡とかない方が多分それだけ充実してるっていうことなんだよと。大丈夫ってこと、そうそうそう、大丈夫っていうこと、うん、頼ってくるってのはよっぽどのことがない限りないっていう考えなんだなって思って、日本は、うん、あ、そっか、じゃあやっぱ自立してるなと、うん、中国だったら逆にその頼りがなくなるとこの子何してんの大丈夫ってなっちゃうから、連絡がないと心配される、連絡がないと心配されるから、そうそう、中国人は結構親子の連絡頻度高め、うん、うん、そうなんだ、もう週1とか月1とか、うん、全然普通だね。連絡、うん、連絡、会う、直接会うとかは違うけど、あの電話したりとかメールしたりとか、うん、そうそう。え、でもそう、ちなみに中国の方からしたら日本の治安はどうですか、うん、やっぱりいいでしょ。めっちゃいいと思う、うん、だってさ、まずこれみんな言ってると思うから、うん、もう皆さん聞き合ってきてるかもしれないけど、うん、絶対に人のもの取らない、あの、うんうんうん、物大体なんていうの、バッグとか携帯とかそのまま置いてってもトイレ行ってもずっと戻ってきたら絶対あるんですよ、うん、本当に、うん、それでも中国だとダメ、絶対ダメ、絶対ダメ、ね、ダメです。中国ってか多分海外だと結構ダメなところが多いと、うん、ヨーロッパとかももう本当にそれはもうそこに置いた人が悪いからってなっちゃう、うん、でもそうそうそう、日本だとやっぱりみんなちゃんと人のものを取ったらダメとか、なんかちゃんと道徳がちゃんとしてるっていうか、うん、まあ、ちゃんとその辺のマナー守るし、うん、あとはその結構駅に何か、じゃ例えばお財布とか、あの落としちゃっても、お財布って大体警察署行ったら、うん、なんか戻ってくるっていうこともね、うん、日本ではあるって聞くから、うん、私は財布落としたことはないんですけども、うん、家の鍵を落として、それを拾ったこと、拾ってもらって、なんかその届けで出してもらって、で、あの、そう、警察署でそうなんかもらったことがあって、よかった。まさかの、そう、鍵をね、うん、あとなんだっけな、なんか学生証が入ったパスケースとか、あの、はいはい、あの学校通ってた時の、うん、あのね、スイカみたいなやつ、うん、そうそうそう、あれとかも届いたことがあって、まあ、いろいろ落としてるのがバレるんですけど、はい、うん、それはもうやっぱ日本ならではだし、うん、ちゃんと届けてくれる人がいるんだ。そうそう、届けてくれるし、あともう一個思うのは、そう、日本ってめっちゃ治安いいのに、なんで夜中全然みんなで歩かないんだろうって思って、確かに夜外人少ないね。そう、すごい人少ないんですよ。あの、中国だったらもう田舎でも都会でもどこでも大体みんな夜ご飯食べ終わったら、うん、あの大体外に行くんですよね、うん、お散歩、お散歩、そう、夜のお散歩したり、あの、あとはその広場に行って広場ダンスダンスしたり、はいはい、で川沿いとかだと釣りしてる人もいたり、うん、そう、もうなんかいろんな人いるんですよ。あとはみんなで集まって麻雀やったり、お酒飲んだり、クラブ行ったり、なんかもう夜めっちゃ出歩くんですけど、日本めっちゃ治安いいのにみんな家にいるなと思って。確かに、なんでだろうそうだね、でも夜でもランニングしたりとか、そう、ね、釣りをしたりとか。釣りいる？え、まあ川沿い、川沿いの人はいる？あ、いるんだ、日本でもいるんだね。いる気がする。夜かどうかわかんないけど、昼とかは昼はいるか、いたりするし。でも確かにね、夜全然みんないない、静かだなとは思う。そう、なんかもう散歩してる人はね、本当に散歩っていうか外、うん、夜いる人は、うん、夜外にいる人はもうなんか帰り、ね、うん、家に帰る途中のもう会社帰りの方か、犬の散歩してる、うん、もうこの2パターンしかあんま見かけない。そのダラダラ外歩いてる、もう散歩って感じの人あんまり見かけないんですよね。そうだよね、そう、みんなお昼散歩してる、お昼散歩、いや、散歩する時間、うん、っていうか習慣がないのかな。やっぱ習慣の問題だと思う、私。習慣か、うん、そう、だから中国にいると夜がすごい
なんかね、あのいっぱいあるから夜がすごく楽しみになる、うん、そうそう、それがちょっといいところかな。じゃあ中国行った時にびっくりしたことはありますか、うん、日本生活してて戻った時に。そうそうそう、もうね全部びっくり、うん、なんかね知ってる風景なのに全部新鮮に感じたし、自分がその昔いた場所で全部知ってる風景のはずなのに、毎回戻るたびにその再開発されていろいろ街が変わっていくから、なんか知らない場所に来たみたいな不思議な気分になるし、そう、それだけ発展が早いんですよ。あとはやっぱあの中国に行った時にあのどうしても 何をするにしても声を張り上げないとなかなか伝わらないっていうのが、聞こえてもらえない、そうそうそう、あって聞かれちゃうから、うん、そう結構大きい声で言わなきゃいけなかったりとかするのが、もう個人的にはそのあやっぱ中国だなってなって、うん、うん、あとこれはねまだ治ってないのって思ってるのが、あのやっぱりトイレ、あトイレです。辛いね。そうトイレは、まあ、綺麗になってるところもめっちゃあるんだよ、あの人のショッピングセンターとか、うん、マジでお金持ち向けのところとか、そう、そう、あの、まあ、ショッピングセンターとかそういう、 もう見た目が綺麗なところは本当にトイレもだいぶ綺麗になってるんですけど、うん、もうそれ以外のご飯屋とか、うん、あのちょっとちっちゃいお店だったりするとやっぱりまだトイレがちょっとね、うん、日本ほど綺麗じゃなくて、うん、もうなんか本当にそこをどうにかしてほしい。あ入る気を失いますね。あのそう結構あの、うん、なんていうのかな、観光地、観光スポットとかのおトイレ、どうしてもああいうところに行くとトイレって限られてくるから少ないから、でもそこはちょっと汚いとちょっとなんか、うん、やっぱちょっと一瞬嫌な気持ちになる。あ分かる分かる、そうですよね。そう観光地のねぜひおトイレを中国にもっと綺麗にしてほしいなって思います。要望。はい、いろいろ面白い話ありがとうございました。とんでもないです。くまちゃんのチャンネルもぜひ、はい、あの概要欄とかタイトルにもあると思うのでよかったら見てみてください。はい、遊びに来てください。じゃあコラボもしてるのでね。そう、あの、はい、私のチャンネルでもあしゃちゃんに出てもらってるんで、はい、ここでは話してないことが聞けるかもしれないんでね、ぜひ、はい、見てください。はい、じゃあありがとうございました。バイバイ。バイバイ。